さて、終わりとやらが近そうだけど。ちょっと待たせてよ。泣き武者とファイナルフロギーが現れた。え、何よこの子たち。最初の遺跡に似たような奴がいなかったか。うん、もしかして進化したとか。泣き武者、アタック34、ディフェンス12、ようやくくよくよするのをやめた。元は泣き虫だったわよね。今度こそは。しっかり攻撃を避けなきゃ。ん？全然避けれてないわよ。泣き武者は首を横に振った。とりあえず戦闘が長引くとまたゲームオーバーになりかねないね。祈ってみようかな。ひざまずき安全を祈った。泣き武者は正しい心を取り戻した。まだ希望はある。正しい心を取り戻したってことは。選択肢はあってたってことかしらね。思わず緑の蝶々に触れちゃったけど。泣き武者はもう戦いたくないようだ。苦手そうだ。ワン。ちょ、ワンって。君は犬じゃなくてカエルでしょ。ちょ、そんなことより HP が。今ワンちゃん死んでたでしょ。ファイナルフロギーの勇ましさに足がすくんでしまった。今度はほんとだぴょん。とりあえず回復したら？うん。でもどんどんアイテムを消費してってる。シングルバビコを食べた。HP が15回復した。プチプチチャプチャプ。まずいな。どこかで回復アイテムを補充したいけど。で、このカエル一方支持だけど。からしの種の匂いが充満している。え？からしの種？体の反転がからしの種なのかしら？ファイナルフロギー、アタック30、ディフェンス24、未来はますます明るい。どうした？くわ、くわ。うん、ちゃんとカエルっぽくなってきたじゃん。ファイナルフロギーは不気味にぴょこぴょこ飛び跳ねている。ふう。この子の攻撃どれもかなり厄介だ。謎の行動？謎の行動を取った。ファイナルフロギーは、この世にはまだ知らないことがたくさんある。と思った。ワンちゃん何やってんのよ。ふむふむ。だがなんか納得してるぞ。それで選択肢が合ってるっていうの？きっとそうだって。ファイナルフロギーはあまり戦いたくないようだ。ほらね、やっぱり謎の行動は正解じゃん。ま、ポコニャンはいつも何考えてるかわかんねえからな。いや、いつも何も考えてないわよ。それもそうか。いや、なんでそうなるんだよ。闇の中から傭兵たちが姿を現した。う、こいつらか。グッナイトにゲームオーバーにさせられたもんね。いや、この辺りの敵本当に攻撃がエグいんだもん。っていうか、防御力もちょっと低いんじゃない？確かにそれもあるかも。マジックを無視して太陽や花粉のことを考えた。ディフェンスが行き上がった。無敵の敵。あれ、前に戦った時と違う選択肢を選んだんじゃね。前はどうしたっけ。グッナイトの鎧は暗い輝きを放っている。一体でもヤバいのに2体だからね。見つめるってやったっけ。どれを見つめますか。あれ、なんだろうこれ。ちょっと気になるわねこれ。不屈のチェイサーオーグは見つめられて弱くなった。左の弾が止まったわね。これって右の弾も見つめたら両方止まるのかな。でもそれで逃がせるのかしら。グッナイトは深呼吸した。あ、前は話して上下左右逆転したのよね。あ、そういえばそうだった。恐るべきコーナーオーグは見つめられて弱くなった。あるんですな、キス。さて、どっちの弾も止まったわけだけど。一応攻撃はしてきてるわね。グッナイトは静かに見守っている。おう、逃がせるのか、キス。へぇ、2種類の逃がす方法があるのね。話すだと1回で逃がせるけど逆転が面倒だからね。グッナイトの鎧は暗い輝きを放っている。暗いのに輝いてるの？あれだよ。黒光りしてるってやつ。もしかしてそれって G のことじゃ。あ、もうお前らどんな会話してるんだし。いや、僕はそういうつもりで言ったわけじゃ。グラマーバーガーを食べた。HP が満タンになった。グッナイト。前回手に入れたグラマーバーガーを速攻で食べるんだな。いや、もう死にたくないからさ。グッナイトは武器を叩きつけた。よし、ここからは倍速で戦闘を進めよう。前線はきついな。で、言ってるそばから悪夢だ。ちょ、マジかよ。今度は3匹も。まとめて逃がすことはできないのかしら。無理なんじゃないかな。謎の行動を取った。ファイナルフロギーは、この世にはまだ知らないことがたくさんあると思った。今度こそは。ちょ、さすがに3匹一遍に喋られるとわけがわからん。ダメージも食らってるし。泣き武者は首を横に振った。
今度こそは。よし、3匹だけど1ターンで逃がせる選択肢だからちょっとは楽かも。でも真ん中の子は初見じゃない？泣き武者は武器をぐるぐる回した。ちょ、危ないからやめてくれないかな。先に泣き武者を逃がしましょ。ひざまずき安全を祈った、泣き武者は正しい心を取り戻した。まだ希望はある。これって緑色の蝶々を取らなきゃ逃がせないのかしら。前にもそんなモンスターいたよね。泣き武者はもう戦いたくないようだ。よし。これで1対1だから楽だね。この子も遺跡にいたかしら。そういえば見たことあるような。メガネの匂いがする。どんな匂いよ。匂いなんてあるの。ランジー、アタック32、ディフェンス26。自分の思い通りにしないと気が済まないいじめっ子。これで見納めだ。ちょ、マリサすごく早口だったけど、ポケモンがすぐ飛ばしちまうから。ごめんって。ランジーはじっとこちらを見つめている。洗脳されそうだ。一旦立てついてみようか。立てつくのか。ちょ、なんか煽られてない？うん。そういえばからかうとかからかわないとかそんなモンスターいたっけ。ランシーはこちらの魂を見透かしている。投資能力が使えるの。ランシーをからかわなかった。何を恐れている。あんた、最初にからかえって言われてたじゃない。あれ、そうだっけ。3匹同時に喋った時よ。ランシーの目は血走っている。じゃあからかうよ。ランシーをからかった。それでよい。あ、ほんとだ。からかって喜ぶなんてド M じゃないか。それはポコニャンも一緒でしょ。同感じ。ランシーは戦うことへの関心を失ってしまった。これで逃がせるってわけだね。どのモンスターも1ターンで逃がせる子ばっかりだったわね。さてと、なんかスイッチ的なのを押したけど、どこか扉が開いたとか。さすがに意味のあるスイッチだとは思うが、確か北の間を歩めば終わりは開かれるだろう。そうそう、終わりは開かれるってさっきのスイッチのことだよね。この電光掲示板はさまよい続けるがよい。でやだし、どこに行けばいいんだろう。東へ、そこが終わりだ。お、じゃあこのまま東に行けばいいかな。我は戦えぬ、我は思考もできぬ。いやまあそうでしょ。だが耐え忍び待つことができれば道は開かれるだろう。え、どういうこと。この辺りで待ってれば勝手に道が開かれるってこと。いやこの電光掲示板目線はってことだろ。東、終わり。結局僕がやらなきゃか。北は、戦士の道、西は、賢者の道、いずれの道も終わりへと続く。そういえば西の行ってないとこあったわよね。あ、そうだ、氷が流れてくるところがあって引き返したんだったね。何かお宝とか取り忘れがあるといけないから。お、ここだね。このパズルを解けば終わりは開かれるだろう。ふん、パズルか。あ、いつものシューティングのやつね。なんだ、僕の得意なやつじゃんか。何言ってんだお前。いつもグダってるから倍速を使ってるでしょ。ふ、今回は倍速をするまでもないさ。どうだか。2発撃てるから。ここだ。ふ、どやさ。ちょっと前の段階でもできてたけどね。それはスルーしてちょうだい。さて、このパズルを解いたことでどうなったかな。東に行くんじゃないの。うん、でも一応周りの確認をしておきたい。さっきの北の間だね。こっちはスイッチがあっただけでしょ。ああ、もう関係ないんじゃね。そうみたい。あと残すところは東だけで間違いなさそうだね。そういえばバリアーみたいなのがあった場所は。あ、うん、そこに行ってみようか。うん、ここだね。お、初めて見る場所だ。いよいよ終わりも近い。ランシーがにじり寄ってきた。あ、もうこいつは倍速でいいや。あれ、さっきはからかえばそれでいいって言ってたのに。気分屋ってことね。よし、再開だ。あら、ここは？お、なんかそれっぽいところに出たぞ。この入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。ついにか。決意がみなぎった。いよいよ王様と対面できるってことかしら。うん、本当にいよいよなんだな。やばい、緊張してきた。粗相のないようにしなさいよ。なんとか頑張ってみるよ。